皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、牧原選手をピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけで2022年シリーズ1の通常の選手は一発目の動画になるんじゃないかなというところなんですけど、全然当たらないですね。その中でもですね、牧原選手確かプロスペース特番みたいなやつのツイッタートレンドキャンペーンかなんかの S30% から来たんですよね。っていうところでなんか結構、いい引きをしたんですけど、牧原選手ですね、まあ、今シリーズ結構強化されてるので、能力見ていこうかなと。で、まあ、使用感、お伝えできたらいいんじゃないかなというふうには思っております。それでは早速能力見ていきましょう。弾道中弾道、ミート73、パワー65、走力78というところですね。まあ、ミートもそこそこ高いのかなっていうところですけど、また今後もどんどん上がっていくんじゃないかなというふうには思っております。でも守備適性見ていくと、まあ、ここが強化されたポイントなのかなというふうに思うんですけど、セカンド適性が上がったのかな、うん、センターとショートはそこまで変わってないと思うんですけど、で、まあ、その他もですね、レフト、サード、ライトというところもまあそこそこ高いですし、まあ、いいんじゃないかなというところはありますね。で、まあ、自分はですね、いつのシリーズだったかな、このシリーズですね、2020シリーズ1のですね、牧原選手から継承してきたっていう形なんで、まあ、ちょっとセンター適性だけ落ちちゃってますけど、その他は上がっていると。あとはレフト、ライトとかサードとかもですね、上がっているっていう形ですね。で、特殊能力はチャンスメーカー、長押し打ち、内野安打やったんですけど、最新の牧原選手はチャンスメーカー、走塁、固め打ちというところで、まあちょっとどっちもどっちっていう感じかなというところですけど、まあ一番には起きやすいんじゃないかなというふうには思っております。あとで牧原選手結構久々使うんですよね。というところで、まあ牧原選手ガチオーダー入ってきてもおかしくない選手だと思うんで、今後ですね使っていくかっていうところをですね見極めていけたらなというふうには思っております。で、まあ本日は1番で使っていきますという形で、まあ TS の松田選手あたりも使うので、まあできればホームラン打ちたいかなというふうには思っております。それでは早速ランク戦いきましょう。どうぞ。さあ、では1試合目やっていきましょうというところで、ホワイトのピッチャー外小選手だったんで、ちょっと打てるか分かんないんで、なんとか抑えておきましょうという形ですかね。はい、まし東山さん抑えてくれるでしょう。あ、もう全員打たれるやけど、最近マジで。よーし、牧原さんいいね、守備いいじゃん。さあ、まあなんとか打っていきましょう。初勝ですね。初勝じゃない過去シリーズは扱ったことあるんですけど、このシリーズは初勝ですね。さあ、いきましょう。いいね、チャンスメーカーだけという形ですけど、マイナス1やね、変化量S ランクですけど、相手の方。うわあ、危ねえ。マイナス1じゃなかったストライクっぽいですけど。はい、ナイス。さあ、行こう。うわ、マジかー。いやー、迷ったな。ずれましたね。さあ、ちょっとまあ、本当、もう一打席回らんかな。まあ、回らなかったら、次の試合行こうと思います。はい、では2試合目ですね、やっていきます。ちょっとね、最近の試合は、牧原選手2打席回ってこなかったですね。まあ、一応勝てたんですけど、まあ、なんとかね打っていきましょう。沢村選手きつ、打てるかな。得のは出ませんでしたね。よーし、ナイスヒット。いいね、牧原選手普通に。どうなんやろうね、打ちやすいんですかね、中弾道。まあ個人的に中弾道そこまで嫌いじゃないんですけど、うん、ただまあラインドライブとかと比べちゃうとっていうところありますけど、うん、あれ落ちちゃったか。詐欺打線いきましょう。いや、もう一打席回さんとこの相手勝てなそうなんで、なんとか回していきたいですけどね。ワストライクか、それ。よし、さあ井口さん行きましょう。まあセカンドっていうところでですね、井口さん4番で連れてきたんですけど、落ちれ、いや落ちんか、伸びちゃいましたね。さあ野間さん、よしよし。さあ栗原さん、栗原さんチャンスメーカーで出てますね。なんでやろうまあどうかな、でもまあ割とチャンスのイメージありますけどね。さあ、ここも中弾道の広角っていうところですね。牧原選手広角持ってたシリーズもあったんですけど、ね、そこちょっと残しとけばよかったなって個人的にはちょっと思ってますね。さあ、ずれた。あれ、タイピン出てた、見てなかったな。まあまあ3点っていうところですね。まあなんとか抑えていきます。さあ、4点取られてきました。めちゃくちゃ打つな、相手の方。まあなんとか打っていきましょうか。ちょっとここ代打行きましょう。あれ待てよ、あーくそ、代打出せねえ気がするな。まあいいや、仕方ない。よしよし。さあ牧原さん、ここで回ってくる。いや、固め打ちも出ないと。さあ、ただお相手の方もねタイピン出てないんでラッキー。あれあれ、そんなに。ああ、そうか、惜しかったな。さあ、じゃあまあちょっとこの試合はですね、なんとか勝っていきたい。
いや取るか、あお疲れ様です。さあ3点取られてきましたけど、なんとか打っていきましょう。マジで点取られすぎなんだよな。さあお相手のピッチャー千賀さんというところで、なんとかね打っていきたい。うわマジかうわさすが、いやー気持ちいいね。しかも中南道でピックアップでホームランはマジで稀すぎる。いやありがとう牧原さん。あーこれか、いやーマジかすごいないやー完璧でしたね、ナイス。ではちょっとこの試合は本当に勝っていきたいけど打てなさそうさあ井口さん、よしよし、佐野目さん行きましょう。入るやろ、うわナイス残りましたね。さくりはらさん、さあでは、裏ですね、牧原選手回ってくるかな。あと1点やけどね、詰まってるよラッキー。さあ長谷川さん行きましょう。あら、まあここは川崎さんで行きますか。あらあら、いやーマジか。で、あここで回ってくれんや、マジか。よし打とう。さあいやマジかよいや今のは抜けたって思ったなマジか、うんなんじゃそりゃ。さあ、グランドスラム打たれて4点差というところでなんとか打っていこう。うわ飛んでいくじゃん、いいじゃん、うん、今のはいい感じでミートできました。さあギータさん、あと2点、あと3点かな。ええやってるね。さあホームランでさよならっすね。あーしくった。さあここで栗原さん、いや広角でずか、まあまあまあ。さあちょっと代打出すかな。さあ角田さん、今日はベンチにいるんですよね、国保さんも松中さんもグラシアルもいるって、結構ちょっとえぐいベンチ組んできたんですけど今日は。さよーし危ないね。ではエンディングいこうと思います。はい、では牧原さんどうでしたかね。いやちょっともう今日はめちゃくちゃ満足ですわ、ホームラン見据えてですね。まあ、その他はちょっとあんまりやったかもしれないんですけど、うん、まあいいところは見据えたんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ守備っていうところですかね、やっぱり、うん、結構いい守備も見せてくれたんじゃないですか、71ちょっと一個なんかお見合いしたところはありましたけど、はい、でも牧原選手ガチオーダーで普通に使おうかなというふうに思っております。はい、というのもですね、まあ、現状っていうかまだ他のポジションとか適当なんですけど、まあセカンドショートセンターを見てほしいんですけどね、現状柳田さん本田さん川崎さんっていうところで、川崎さんと守備そこまで変わらないんですよね。っていうかむしろ牧原選手の方がいいんじゃないかってくらいですかね。いやそうでもないかまあそこまで変わらないっていうところで、うん、まあここは普通に牧原選手守らせようかなというふうに思っております。でまあいざっていう時にはまあ打席立たせたりとかもできますし、うん、まあ普通にいいんじゃないか。まあここ逆でもいいですけどね、どうしようかな、ここ逆かもしれないな。いやーちょっと迷うな、うん、ここら辺はちょっとまだもうちょっと迷っていこうかなというふうには思っております。まあセカンドはね本田さんがいるんで、守備っていう面では本田さん、頭一つ抜けてるのかなっていうところと、まあ代打にも井口さんがいるんで、まあセカンドは、井口さん本田さんっていうところ、まあセンターも柳田さんがいるので、まあショートっていうところでですね牧原選手は使おうかなというふうには思っております。はい、というわけでまあ本日はですねこの辺で終わろうかなというふうには思います。また明日以降もですね動画出していこうというふうに思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではイズでした。